はい、どうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、9月の1日水曜日なんですけれども、9月の1日といえばですね、あの戦場カメラマンのね、渡辺陽一さんの誕生日ということでございましてですね、キングオブファイター98あるって、やかましいやかましい全く似てへんぞまあゆうちゃんパパね、ちょっと早口ってよく言われるんでね、ちょっと渡辺陽一さん見習ってね、ゆっくりちょっと喋るっていうのね、ちょっともっとやっていこうかなって思ってるんだけど、いや無理やろお前はってね、生まれつきね早口なんでね、これちょっともう治らないんでね、しゃあないんですけどもね。で今日はね、ちょっと水曜日でございましてですね、先ほどね、明日のメンテナンスの内容のね、発表がありまして、こちらですね、まずね、1、神秘な鉱山の実装と、で、2、天部に神秘な鉱山に関する天部を追加ということで、なんか新しい、ね、コンテンツと、あの天部属性のことなのかな、ちょっとわかんないんですけれどもね、それがちょっと、これがね、追加されるということで、ネスティ遺伝子ブックの変異効果に神秘な鉱山に関する効果を追加と、まあ、ここにもね、まあ、ネスティ遺伝子の方にもね、なんかこう追加するという感じみたいですね。で、4番がアリーナの一括挑戦を、5回から10回まで挑戦とできるということなんで、まあまあ、一括でポーンとできるような感じになるってことですね。5番がね、執事にね、熱出解除のね、無料ガチャを追加ということでね、まあこれ結構忘れがちな人もね、多かったと思うんですけれども、まあそれが追加するということみたいですね。で、6番ね、オメガルガールのストライカーが復活を持つ格闘家を復活できるということで、これね、多分オロクリのことだと思うんですけどね。まあオロクリね、復活持ってるんですけれどもね、オメガが入るとね、まだもう一回復活したりするんで、だいぶ前からね、バグあったんですけど、まあそれがやっと治るということみたいですね。まあそんな感じですね。まあ神秘な鉱山っていうね、新しいコンテンツがね、できるにあたって、まあ天部とかね、熱水電子とかで新たなね、項目がこう追加されるような感じなんで、また戦闘力に変異してくるのかな。まあちょっとわからないですけどもね、それはちょっとまた明日ね、楽しみにしたいなっていうところでございますけれどもね。で、まあ執事がね、あの熱水改造の無料ガチャを追加してくれてるんですけどね、もっとやってほしいこと結構あるんだけどねなんでそれだけやねんっていう話ですけど、まあちょっとずつやっていってくれるんかな、ちょっとわかりませんけれども。最近ね、ちょっとね、やっぱり毎日の消化にね、結構時間かかるんでね。まあ、執事にね、やってもらうのはいいことかなと思いますけれどもね。ただね、まあ今回もね、こっちの、熱津街道のね、熱津街道ちゃうわ、熱津探索のね、このボススキップがね、来なかったですね。ほんま、早してくれよっていう話ですけどね。もしかしたらこれはもう、一緒ならないのかな、わかりませんけれども。これは追加されへんかったっていう感じでございますけれどもね。めっちゃ大幅なね、メンテナンス内容っていう感じじゃないですけれども、まあ、新しいコンテンツが来るっていうことなんですけどね。ただね、ワンチャンアンヘルのね、あの、啓蒙がね、来るんちゃうかなとか思ったんですけども、まあ、今週は来なかったんで、まあ、来週かな。来週以降になるかなっていう感じなんですけれどもね。まあ、それはそれちょっとまたね、来週以降楽しみにしたいなっていう感じですけれども。でね、昨日から来ておりますね、あの、5周年限定キャラのね、イグニスね、02UM のガチャがね、2日目という形でございますけれどもですね。まあ、うちのサーバーでもね、めっちゃ回ってますね。まあ、2万ポイントとかね、大幅なね、あの、数値はいってないんですけれどもね、まあ、1万超えが3人とね、まあ、結構バーっといって、ね、まあ、一番下で46ポイントなんで、ものすごい回ってる感じですね。まあ、私2100でね、21回で当たったんですけどもね、96位やからね。今回はね、もう久々にね、こんな回ってるかなっていう感じですね。このね、KOF のアプリがね、実装された翌年ぐらいの暴走ユータかね、ギースとか、覚醒レオナとかね、あの辺ぐらいに回ってたね、ガチャと同じような感じぐらいになってきてるんでね、なんか活気づいてる感じはしますけれどもね、まあ50年っていうことなんでね、これぐらいないとね、あかんのかなと思いますけれども、まあね、まあこれを機にね、ちょっとまたね、この KOF のアプリね、盛り上がっていただきたいなというところではありますけれどもね。でね、まあやっぱりね、このイグニスね、めっちゃ強いですね、やっぱりね。もう皆さんね、もう分かってらっしゃるかなとは思うんですけれどもね。まあ、休門効果とかね、消門効果のね、解説はね、特にね、詳しくするつもりは特にないんですけど、まあ基本ね、もう未開門の状態からね、めっちゃ強いんやけど思ってたんですけど、まあさらにね、休門もね、これアップしてね、
まあ、踏ん張りっていうかね、また人力っていうのがね、最初に3段階っていうのとね、まあ、合計で9段階に増えたっていうのと、他にもね、数字いっぱい載ってるとかあるんですけど、まあ、そこがいいのと、まあ、初回ね、あの踏ん張った時はね、まあ、先行状態に入ってね、初段で落ちるってことはね、100% なくなったっていうのも強いですね。で、味方にね、技方がいた時にね、このスキル発動率の 30% 増加っていうのもなんかこう増えててね、このユニスね、スキルむちゃくちゃ強いんで、これがね、ほぼ毎回ね、こう、スキルが出るような感じになればね、またそれはそれでめちゃくちゃ脅威やなっていう感じでございまして、さらにね、盤石になった旧門の効果になってますね。で、消耗門効果が何よりめちゃくちゃ強くてね、びっくりするわ、これ、みたいな。私のね、尊敬するセイリーさんもね、やっぱりもう消耗門がね、もう今まで最高に強いスキルやと。いうことでおっしゃっててね、まあ私もそう思ってまして、スキルが強いですね、消耗がね。もうね、数値高いっていうのもあるんですけどね、結構もう吸収するんですよね。もともと硬い上にね、けどガチガチになったりとかね、クリティカル現象率を吸収ってのがなってるんで、これはちょっとね、なかなかのパターンの強さやなと僕はちょっと思っておりますね。強いな、これも、ほんまに。という感じでね、ちょっとイグニスがね、もう今猛威を振るってる感じなんですけど、まあまだね、現状ね、武器来てないんで、陣形のね、効果っていうのがね、今は、まあ、メインかなっていうところではあるんですけれども、まあそれでもね、やっぱりね、こうイグニス入ってないと、まあ、イグニス入ってるパーティーとやるとね、やっぱり格上でも全然勝つんですよね。まあ200万、300万とか離れてるとね、ちょっとあれかもしれないんですけれども、やっぱりちょっとぐらいのね、格上とかやったらね、全然イグニス入れただけでね、イグニス入ってないパーティーにね、全然勝てるんで、やっぱイグニスね、もう入れとかなね、まあ今後ちょっときついかなっていう感じにはなってるんですけれども、素晴らしいキャラクターが来ましたけれどもね。まあ私の中でね、まあまだ武器来てないところもありますけれども、まあ旧門と消門の効果とね、武器効果をね、合わせたね、まあ私の評価としてはね、ぶっちゃけね、もうほんまに100点に近いぐらいのね、もう99点かなと思ってますね。まあ残り1点はね、まあちょっとまだ啓蒙来てないんで、まあ啓蒙でね弱くなるってことはないんで、まあちょっと99点かなというところでちょっとね評価つけさせてもらってるんですけれどもね。まあ唯一ね弱点があるとすれば、今現状ねカウンターに弱いんですよ。まあ、オロチヤシロ私が入れてるってもあるんですけれども、まあ、相手にね、オロチヤシロいたりとか、まあ、ベニマルがいたりとか、すると結構ね、削られてしまうっていうのがありますね。で、溶血にも弱いですね。まあ、初ターンはね、1回だけね、無効化っていうのがあるんですけれども、2ターン目以降は結構ね、溶血めちゃくちゃ食らうとね、もう半分ぐらいね、真っ白になったりとかするんで、まあ、武器来たらね、1回分はね、こうカットできたりするんで、まあ、多少ちょっと削れるかなとは思うんですけど、現状ね、溶血にも弱いかなという感じですね。で、あとはね、今現状はまあ火力がちょっとね、やっぱり武器来てないんで、火力がちょっと足りないかなという感じはしますけれども、まあまあそこはね、武器来たらね、まあ補えるかなっていう感じではありますけどね。ただまあまあ現状の中でもまあものすごい強いという感じでございましてね。まあ対策としてはね、やっぱりこう、溶血をね、こう入れるキャラをね、ちょっと、使っていくっていうのがまあいいんかなとは思ったりはしますね。まあストライカーの例えば水地とかね。で、イグニスはね、復活持ちのキャラに結構強かったりとかね。まあ倒れるたびにね、人力効果をね、1増えたりするんで、今の段階でいくと、まあやっぱりこう、踏ん張りがあるね、キャラクターをこう揃えるっていう風なね、感じがイグニス対策になるんですけれども、ただそうすると、やっぱり溶血入ると、踏ん張りだけやったら解除できないんで、まあそこがね、ちょっとね、復活キャラ入れた方が溶血なくなるんでね。まあ溶血対策には復活キャラの方がいいんですけど、ただそれはね、やっぱりイグニスの餌になったりとかするんで、ちょっとそこがね、こっちを立てればあちらが立たずみたいな、まあどっちを多くするかっていうのもね、ちょっと今後の編成にもこう変わってくるのかなというふうには思うので、なんでね、まあ結構編成ね、一人一人ちょっと変わってくる可能性があるかなと思ってますんでね、まあ個性あふれるね、パーティーになっていくんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、そこ辺をちょっと期待したいなというところではありますけれどもね。まあ言えるならね、イグニス強い強すぎるっていう感じでございますんでね、まあまあそこはね、ちょっと周年キャラを入れたという形でございますんでね、また今後ね、まあイグニスありきのね、編成戦い方をね、ちょっと考えていくのが一番いいんじゃないかなというふうに思っておりますね。
まあ今日からね、1日になってるんで、まあ月始めのね、イベントがもう始まってるんで、まあ、消化忘れにね、そちらの方もまあやっていただいてっていう感じではありますけれども、ラッキーセブンもね、今日で終わりでございましてね、まあ私はちょっとね、ダイヤ購入とかね、ダイヤ商品が全部いけたんで、うん、まあ100% ね、できた感じになってるんで、で、まあ範囲もね、破片ね、変えてね、まあまだ今ちょっとこんな感じでね、まだ変えてないんですけど、範囲ゲットしましたという感じでございまして、で、まあ範囲のね、旧元消耗のね、効果も発表されてるんですけれども、まあ結構ね、踏ん張り増えたりとかね、復活増えたりとかしてるんで、思ってたより強いなっていう風に見た感じは思ってるんですけれども、ただね、最近攻撃型がね、オークションで来てないんで、まあ今後の攻撃型がね、どんな感じで来るかってなった時に、多分範囲より強いかなと僕は思ってるんで、私自身はね、範囲入れないんですけれども、まあもしね、範囲育ててらっしゃる方おられたらね、ぜひね、対戦させていただきたいなと思っておりますんで、ご連絡いただければなと思うんですけれども、はい。まあそんな感じでございますね。で、まあ、私事ではあるんですけれども、まあ、昨日でね、8月終わったんで、目標にしておりました先制値の方が、12万9000っていうのがね、目標やったんですけれども、まあ、先月末でね、一応13万までいけましてね、1ヶ月でね、1万伸ばせた計算になるんで、まあ、1ヶ月9000ずつ伸ばしていくっていうことやったんですけどね、まあ、周年のイベントでね、結構グルメもらえたっていうところもあるんですけれども、まあ、1万増やせたっていうのがあって、なのでね、ちょっとね、目標をね、ちょっと変えてみようかなと思って、今月から、まあ、9000円ではなくて、1ヶ月ね、1万伸ばすというのね、ちょっと、情報修正していこうかなと思っておりまして、なんでまあ、9月の末時点でね、14万を目指して、ちょっとやっていこうかなというところで思っておりますね。まあ、来月も再来月もね、1万いけるかどうかちょっとわかりませんけれども、まあ、一応ね、9月の末までに、14万を目標に、そちらの方もまだね、頑張っていきたいなと思っておりますので、また応援していただければなと思います。と言って。まあ、お前の先生って興味ないわっていう話だと思うんですけど。まあ、そうですね、今日はそんなところでございますかね。まあ、ちょっとまたね、明日メンテナンスありますんでね、またそれもね、内容また見ていきたいなというふうに思ってるんですけれどもね。まあ今日はこんなところですかね。ちょっとバトル行こうかなと思ったんですけれどもね、ちょっとね、長くなってきてしまったので、ね、今日はこんな感じで終わっておこうかなと思います。まあ本日はね、ちょっとメンテナンスの内容とね、まあユニス強いやんけど、いう内容と、まあ私のね、月初の目標をね、撮らさせていただいた動画でございました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。